4月10日壱岐島を訪れた笹川良一日本船舶振興会会長は、壱岐観光会館において長崎県消防協会壱岐分会と長崎県壱岐郡町村会主催の特別講演会に出席され、日本消防協会会長として講演されました。幼年消防クラブ小手木隊シェット一式キークラブは、幼年消防の趣旨をよく理解され、防火思想普及のためたゆまぬ努力をされております。私の最も敬愛する壱岐の皆さん方、こんにちは。と私がね、3年生活期入っとる間に、日本の雑誌なんか見せようなんか、アメリカの雑誌にね、モーターボートの写真がしょっちゅう載っとったんで、それで出てきたら競輪、競馬、オートレースみたいなったんで、その一番末っ子としてね、私はモーターボートを作ったんで、37年間に2兆7000億給した、日本をはじめ外国に。それで、お釈迦さん、キリスト三世もどうにも行かなかった空気電車にする、生まれた時には必ずここでやられたでしょ、傷が残ってるでしょ、天然痘。それを私の方の金でですね、国連と協力してやっつけちゃった。そういうところからね、世界157カ国が集まって作っとる国連から、ただ一人、最初であり最後である国連平和賞というのをもらった。